名乗りよ。そうやすやすい。待ってください。宝物殿にも侵入者。再収録解除されました。名与武様、やりました。回収をお願いします。わかったのだ。沈下したみたいだね。昨日の夜、鬼たちが大代理を攻めたんだって。天使様の屋敷を襲うなんて大したもんね。おーい、みんなひどい。町の人に話聞いてる間に行っちゃうんだもん。ごめん、モモ、都の様子を見たかったんだ。それにしても都って大きいわね。鬼に襲われた次の日だっていうのに、もうお店も開いてますしね。そうなのよ。私の村なんか雨が降っただけでお店休んじゃう。何かわかった？お昼くらいに鬼ヶ島へ行く船があるそうです。よし、鬼ヶ島目指して出発。おーし。そうですね、朝ごはんにしましょうか。だったら向こうで美味しそうなきびだんご売ってたよ。きびだんご食べよ。ね、きびだんご。やだ、なんできびだんごなのよ。せっかく都まで来たんだから、なんかもっと美味しいもの食べよう。鬼退治といえばきびだんごかな。無駄遣いするのもなんだから、きびだんごにしようか。わーい、じゃあ私買ってくるよ。ねえ、鬼ヶ島ってどんなとこかしらね。なんでも名与武って女が鬼たちを仕切ってるらしいぜ。あの竹から生まれたっていう。なんだか桃から生まれた桃ちゃんと似てますね。そうなの。その子に会えばわかるかもしれない、私が一体何者でどこから来たのか。竜の首の玉を盗んだのも世界征服のためなのかね。竜の首の玉は強い魔法エネルギーを秘めてるんだ。それを何かに利用してることは確かなんだけど。それにしても船遅いわね。そうですね、どうしましょう。でじっとしててもな。そうだね、どっかで時間でも潰そっか。じゃあさ、海で泳ごうよ。海で。そうだな。
なんだ、猿吉か。脅かすなよ。何ぼーっと見てんだよ。バカ、そんなんじゃないよ。照れるな少年。ほら、あっち向いぞ。いやいや、違うって言ってんだろ。これなんだ、手振ってるぞ。知らないな。おーい、なんだあんなにはしゃいで。うーい。死ぬかと思った。あれが鬼ヶ島へ行く船ですね。ありゃ、皇軍の最新鋭戦闘艦だぜ。急がないと乗り遅れちゃうかも。そうね、早く着替えましょう。いや、そこ待ってよ。はい、早く早く。わあ、たくさんいるな。お前たち、鬼ヶ島征伐隊参加者か。征伐隊？違うのならあっち行け。どうしよう。よし、俺が。あんたみたいな力バカに任せておけないわよ。ここは私に任せておいて。猿吉に頼んぞ。猿吉さん、お願いします。なんだ。俺もこの船に乗りたいな。何、身分を証明するものとか持ってるか。びっくりした。乗っていいってよ。まあ、いいか。出航する。怒りを上げろ。鬼ヶ島へ向け発進。正義とか善とか一種類ではなくてな。一方に都合の良いことがもう一方には不都合なこともあるのだ。八草さん、お覚悟を。今の国王に国王を名乗る資格はない。これでいい。八草、何をしておるのじゃ。鬼の餌の時間でしたので。おお、そうか。元気にしておったか。今日はいいものを持ってきてやったぞ。鬼鬼、この玉を組み込めばもっと自由に動けるようになるのだ。鬼ヶ島まではまだなんだろう。やけに警戒が厳重だな。注目。みんなよく集まってくれた。私が征伐隊隊長であり、この船雷道丸の艦長勝負ナズナである。あいつ女だぜ。今回の目的は巨大鬼を破壊することである。巨大鬼。我々が入手した情報によると、巨大な戦闘からくりで今までの鬼たちとは比べようのない破壊力を持っている。こんなものが攻めてくれば我が軍も苦戦を強いられるであろう。よってこちらが先に奇襲をかけ、首謀者の名代武と八九を逮捕する。以上
何か質問は？なんで女と一緒なんですか？何？女の下で働けるかって戦いに女はいらねえ。そら！おい、ここにも女がいるぜ。女は蹴りやがれ。桃、助けなくちゃ。桃から手を離せ。この子の王子様ってわけか。うわっ。この浜！女で悪かったな。冗談ですよ、冗談。ちょっとからかってみたんでさ。生きのいいのは構わないが、揉め事は勘弁してくれよ。ごめんなさい。敵か？敵衆？この海の真ん中で？出ました！カイマです！分からなかったのか。真下からでした。登ってくれた。
大丈夫か？しっかりしろ。こういう時は人工呼吸だ。大変だ。そうだ、人工呼吸。だってこのままじゃ桃が死んじゃうじゃないか。そんなものわらわに任せろ。桃、ここは、この子は誰？私の白桃丸は？あった、わかった。おお、いい刀を持っておるな。あなた、この刀のことがわかるの？刀のことはよく知らんが、強い霊力を感じるぞ。鬼の良いエネルギー源になるかもしれんが、龍の首の玉を手に入れてしまったからもういいのだ。もしかして、あなたが鬼ヶ島のナヨタケ？さよう、わらわがナヨタケじゃ。じゃあ、ここは鬼ヶ島なのか。の城じゃ。なんかイメージが。そんなことより祝言の準備じゃ。おっ、に、あれ、ちょっと、待って、なんで君と僕がいきなり祝言をあげなくちゃいけないんだよ。喜べ、そなたはわらわのお婿さんに選ばれたのだ。どうなってんの？ここは調子を合わせて動くか。おーし、じゃあ早いとこ式あげちゃおう。鬼鬼鬼、ちょっと、どういうことよ。祝言祝言祝言な。嘘決まってんだろ。ここはあの子の機嫌を取っておいた方が後々都合がいいと思うんだ。だから。本当に？だ、当たり前だろ。それよりナヨタケに聞くことがあるんだろ。あ、そっか。ナヨタケちゃん、引っ張るでない、伸びる。私は不思議な大きな桃から生まれたの。あなたは竹から生まれたって聞いたわ。私たちはどうしてそんなものから生まれたのかしら。一体どこから来たのかしら。この刀は私と一緒に桃の中に入っていた私の唯一の手がかりなの。そんなこと言われたって、わらわは小さいからわかんないのだ。わらわは普通の人間たちよりはるかに良いおつむをもらって生まれてきたのだ。お前だって何かすごい力を持っておるのであろう。見せてみるのだ。どうして世界征服なんかするのさ。世直しのためじゃ。詳しいことは破竹に聞いてくれ。破竹？それより祝言なのだ。やれ。どうした？我々はこれから修羅の道を行く。ひとかけらの情けも不要だ。邪悪を証明してみせろ。貴様の親を殺せ。危ない。よくやった。の力を借りよう。ナヨタケ、うん、君の力を貸してくれ。このままじゃ都が大騒ぎになっちゃう。
惚れた男の頼みじゃ。鬼太郎、鬼次郎、船の用意じゃ。鬼、鬼。ももちゃんたち心配ですね。大丈夫、元気で生きてるって。なんだ、何が飛んでるって。主砲、1番2番回せ。射撃用意。1番2番射撃用意。標的11時半の方向、距離2万。放て。そんなものこの鬼には効かぬわ。おもかち、左舷確保、任意に射撃。やった。都を目指すぞ、雑魚には構うな。冗談じゃないわよ、まったく。うわあ、うん、なんだ。おい、みんな無事か。これはいいかもしんない。大丈夫？怪我はない？んなことやってる場合じゃないでしょ。ほら、行くぞ。ナヨタケ、頼む。任せるのだ。ナヨタケって、まさか。話は後だ。奴らに構うな。国王だ。国王を始末するのだ。お前、うるさい。何？どういうことだ。私の命令に逆らうとは。プログラムのミスか、バンか。うるさい。なんだこれは。うっ、うわっ、うわっ。重い。ありがとう、キツネ。お前の憎悪、怨念を食って大きくなった。お前を食って完全になる。人が食われる。何をしておるのじゃ、こんなところで。
か？大きい子が泣くのはおかしいぞ。世直しをするのですよ、なよたけ様。なよたけ様のその力で、この世には汚いことが多すぎる。大きな力は人の心を狂わせるのか。許せよ、ハチク。あ、ナヨタケちゃん！みんな！うえ！はっ！はっ！うおお！やけにあけねえな。終わった終わった。帰って飯でもしようぜ。これからなのだ。え、なよたけさん。何か聞こえます。ダメです、まだ生きてらっしゃいます。プログラムがいじってある。多分ハチクの仕業じゃろ。この先どう成長するのかわらわにもわからん。危ない！危ねえところだったぜ。おい、町に向かってるぜ。くそ、どうすればいいんだ。目覚めなさい。気づきなさい。感じなさい。この不浄の地で自らの罪に報いるのです。
一発お見舞いしてやる。どこを狙ってるの？私に向けなさい。ワナを狙うの？早く。私の心はあの時すでに鬼に食われていました。これでよかった。私は自由だ。桃は鬼を倒した時のことは何も覚えていなかった。目が覚めた桃は僕の腕の中でただひたすら訳もなく子供のように泣いたのだった。ねえ、なよたけちゃんのことあれでよかったのかな。うん、あれでいいと思うよ。思わないのだ。あ、なよたけ、どうしてここに？あんな退屈なとこ嫌じゃから出てきたのだ。出てきたって。それにそっちとは夫婦なのじゃ、一生離れないのだ。夫婦？何言うんだよ、まだ執念あげてないじゃないか。かわいいお嫁さん。